東京都知事選挙が7月7月日に迫っているテレビや新聞報道による当初の予想では現職の小池氏と蓮舫氏の戦いが軸になると報じられていたが最新の情勢調査によると石丸氏の求心が報じられているネット記事や YouTube では小池氏の学歴詐称疑惑などさまざまな疑惑が報じられている一方で新聞やテレビでは こうした疑惑については報じられないことから有権者の間では小池氏に対する不満が溜まっていることも背景にあるようだ。さらに小池氏の街頭演説では激しいヤジが飛ぶなど異常事態となっている。2016年は都民の大きな熱気に支えられ当選。こうした中で2016年の小池知事の初当選時に満員電車ゼロの政策ブレーンと メディアで報道されていた交通コンサルタントの安倍仁志氏は、小池知事は、政策実現をする気はなかったようで、初当選後、音信不通になってしまったと、激白する。安倍氏と小池氏は、安倍氏の会社がある池袋の地元つながりで20年近く、前に知り合い、その縁で16年前に出版した安倍氏の著書、満員電車がなくなる日に、小池氏が写真付きの推薦文を寄せてくれたという。 2016年に、舛添前知事は、公用者による神奈川県湯河原町への温泉通いなどの問題が表面化し、テレビのワイドショーで大きく取り上げられ辞職に追い込まれた。その直後に、安倍氏は地元の会合で小池氏と面会し、今回こそは万年候補者候補でなく候補者になってください。そして、当選されたら、 満員電車の解消に取り組んでくださいとお願いをしたというそしてその2日後に小池氏は出馬表明選挙公約に満員電車ゼロが入ることになり安倍氏の著書満員電車がなくなる日の改訂版にも小池氏からの写真付きの推薦文が寄せられた2016年の都知事選で小池氏は選挙戦の初日の最初も最終日の最後も 安倍氏の会社から徒歩1分の池袋駅西口で街頭演説し安倍氏はそのどちらにも参加し全力応援をしたと話すその時の様子は初日は200から300人くらいの集まりで高揚感があり最終日は数千人から万単位の集まりで大変な熱気だった多くの都民が小池さんは世の中を良くしてくれると期待して自民党を推薦候補に圧勝した 当選直後に、音信通に。不安倍氏は小池氏の初当選後満員電車ゼロの公約実現に向けて小池都知事に直接あるいは小池都知事の周りの方を通じて連絡を取ったというが何を連絡しても応答ゼロで音信不通となった満員電車ゼロについてはメディアで大きく報じられた2階建て電車による取り組みではなく著書 満員電車がなくなる日で書かれている信号システムの改修などによる輸送力増強策を提案していたがこうした提案には取り組まず時差ビズと称する時差通勤の呼びかけのみに取り組み成果はゼロだったと悔しさをにじませるこうした小池氏からの仕打ちに対して安倍氏は多くの方々から彼女は嘘をつくことや約束を破る ことに良心の過酌を何ら感じないと言われ、まさにその通りであることを実体験したと、激白する。安倍氏は、これらについては、8年間振り回された個人的な恨みで発言しているのではない。満員電車ゼロのみならず、当初、築地を守ると様子を生かすという約束も保護にされ、小池知事は、築地の人たちも裏切っていると力説する。 7月7日の選挙戦に向けて、現代社会の日本に生まれた一人として、東京都のトップに、それにふさわしくない人がつくことによる、社会全体の不幸を憂い、そうならないことを願っていると締めくくった。